原子力 の、まあ、再稼働なり何かという審査をやっている、まあ、もし力があるならばやっぱり服の汚染問題、この流出国際的にももしかしたらこれから問題になるかもしれないって、まあ、別の記者の時に言ってましたけども、そういうことも含めてこの力の入れ方っていう、まあ、両方とも大事なんでしょうけども、まあ、ちょっと一般の目から見て、まあ、原子力化再稼働ちょっと批判的な一般の世論から見るともっと一服に集中的にやれるのではないかというそういう指摘もあるんですけれども、これについてはどういうふうにお考えですか。まあ、おっしゃる意味がわからんこともないですけども、今 1F の汚染水については相当力を入れてやっています。でこれ以上何をするんだって言って議論をしてたってしょうがないわけですよね。ですからまあ、どちらかというと規制委員会の方が少し走りすぎたかなと思いつつも、すぐに要するに減災会議で茂木大臣のところがもうそれをもっと大きく国の責任でやるんだっていうことをおっしゃっていただいたのが非常に良かったと思ってます。だからそういう意味では決してその他をやめて何かしなきゃいけないとかそういう発想は私は必ずしもそういうのが適切かどうかということについてはいろいろ疑問がありますので、やはり現実に原子力発電所も存在しているわけですから、そういう意味で動いているにしろ止まっているにしろそういうことも含めてきちっとやっていかないといけないだろうということなんですね。よろしいですか。はい、じゃあ以上で会見を終わりたいと思います。